公共曲第9番波長情報冒険 i9 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1762年に作曲した公共曲。自筆楽譜は現存しないが19世紀には自筆譜が残っておりそこに1762年と記されていたというエステル・ハージ家の副学長時代の公共曲ではしばしば競争曲的に独創楽器を活躍させることがある。本曲でも 第二楽章のフルートや、メヌエットのトリオの覚え独奏と、感覚五十奏など、音色の工夫が見られる。全三楽章で構成され、メヌエットで終わる。ハイドン初期の公共曲は三楽章のものが多いが、メヌエットなしの三楽章であることが多く、また、メヌエットとは、形式が異なり、メヌエットの速さでと記されたものも三曲ある。三十番。メヌエットで終わるのは、 本曲と26番のみである。通常と構成が異なることについて、ニコラウス公尺の終着式に序曲として演奏された可能性も指摘されている。2本のフルートは第2楽章にのみ出現し、同楽章ではオーボイとホルンは休む。当時のエステルハージ家にはフルート奏者は一人しかいなかったため、第2フルートはオーボイ奏者の持ち替えだった。 公共曲第7番でも同様だったという。当時のハイドンの他の公共曲と同様、テロファゴット・コントラバスの独立したパートは存在せず、低音の楽譜を演奏するが、メヌエットのトリオで、管楽器のみになる箇所ではファゴットのみを使用するように指示されている。に、四拍子、そなた形式。手話音を3回鳴らした後に早い音階進行を持つ、第一主題で始まる。 感楽器のファンファーレの後に、徒長長に変わり、その後に、オーボエとの掛け合いのリズムに特徴がある。第2主題が出現する。徒長長、に、四拍子、二部形式。弦楽器とフルート2本によって演奏される。フルートとバイオリンを重ねて穏やかな明るい旋律を演奏する。メヌエット主部では八分音符の分散和音に始まる。旋律をバイオリンとオボエを重ねて演奏する。 ストリオでは弦楽器の伴奏の上を独奏応募が旋律を吹く。途中に弦楽器が休んで管楽五重奏によって演奏される箇所が存在する。ありがとうございます。